行こう。奥にいる敵を倒せばこの戦いは終わる。僕たちならできるさ。皆が切り開いた道を無駄にはしない。来たか、我が終わらせてやろう。ここがお前の墓場となるのだ。敵に近づこう。僕も共に行くよ。紋章師の力をもってしてもこの我は倒せん。敵はもう近くにいる。攻撃を仕掛けよう。お前はここで滅びる定め。指輪は全て我のものだ。準備はできている。さあ僕とエンゲージしてくれ。君との強いつながりを感じる。今なら強力な一撃を放てるはずだ。行こう。私の手で。乗るなよ。脆弱なお前などにこの我は滅ぼせぬ。バンドレ。神竜様、危険です。お下がりください。二人は私を守ろうとして襲われたんです。下がっているわけにはいきません。逃げると言ったこと撤回します。どうか共に戦わせてくれませんか。わかりました。どうかご無理はなさらぬように。ありがとうございます。化け物がこんなに。神竜様、逃げてください。リンダさん、フラン、大丈夫？クラン、フラン、そこにいては危険だ。王城に向かって逃げろ。敵もなかなかに手だれですな。神竜様、もしお怪我をされましたら傷薬をお使いください。フラは僕が守る。お前なんか怖くないぞ。新手が来ましたぞ。そんな、これでは間に合いません。守られるばかりで何もできないなんて。私がみんなを守れれば、もっと私に力があれば。思い出してくれ。今誰かが私を。マルス、この場を切り抜けるために力を貸してくれますか。もちろんだ。ここからは君と共に戦うよ。最後まで君の力となろう。射程の長い武器を持つ敵がおりますな。奴らは離れたところから一方的に攻撃してきます。どうかお気をつけくださいませ。そこに斧を持った敵がいるでしょ。斧の敵には剣が有効よ。武器には相性があって、例えば剣は斧に、斧は槍に、槍は剣に強いの。相手に対して強い武器で攻撃すると体勢を崩すことができるわ。ここは剣で攻撃してひるんだところを叩くのが効果的。よくやったわ。今見た通り剣は斧に有効よ。これからも武器の相性を気にかけてみて。体勢が崩れた敵はしばらく反撃してこないから、そこを狙ってとどめを刺すといいわ。あ、神竜様、僕は魔法を使うことができるんです。離れたところでも近くでも攻撃できて、守りの固い相手にもダメージを与えることができますよ。キャー、神竜様、無線ありがとうございます。私はこう見えて戦いのサポートが得意なんです。回復の杖で怪我を治せるんですよ。それから隣で戦う味方をかばうこともできます。かばった後はちょっとひるんじゃいますけど、怪我をした時や怪我をしたくない時は
ぜひぜひ私に任せてください。私も見ているだけではないわよ。さあかかっていらっしゃい。遠慮はいらないわ。わかりました、行きます。ルミエル様に攻撃だなんて、ちょっと僕外押しそうです。しっかりなさいクラン、狙いを外さないようにね。すごいわみんな、戦い方の基本は分かったようね。では次の鍛錬に行きましょうか。あなたたちはそこで待っていて。さて位置についたところで次の鍛錬を始めましょう。ここからはより実践的な模擬戦を行うわ。私も本気で戦います。これも使わせてもらうわね。あれは聖騎士の指輪。こちらも紋章師を権限します。私はシグルドだ。力が必要なら応じよう。紋章師シグルド、強者の風格ですね。紋章師はそれぞれ能力が違うのよ。異なる紋章師と共にいれば異なる力や技を使うことができるわ。紋章師シグルドにはマルスとはまた違う強さがあるということですか。気を引き締めていきましょう。牙の敵がいるね。僕のレイピアは牙に対して有効だ。僕とエンゲージするとレイピアが使えるようになるから、戦う時は試してみるといい。よく連携が取れているわね。そろそろこちらからも仕掛けさせてもらおうかしら。行きましょうシグルド。ルミエル様、恐れ多いですけど今は敵なのでお覚悟を。その息よフラン、あなたの本気を私に見せて。一気に距離を詰められましたよ。あの機動力が紋章師シグルドの強さのようです。敵に回すと恐ろしいですが、ルミエル様、主たるあなた様に刃を向けることをお許しください。そんなにかしこまれないで。今のあなたはあの子の騎士よ。私のためにも全力で来てちょうだい。私の負けね。あなたたちの勝ちよ。強くなったわねみんな。